渋野日向子選手は、前日のスコア64に続き、ムービングデーでもボギーを叩くことなく7バーディで回り、トータル13アンダーまで伸ばし、ホールアウト時点でトップ5圏内に浮上しました。2番でバーディを先行させたものの、その後は我慢の展開が続きました。前半は3番からオールパーで折り返した後、 2016年に発覚しました。ヒロさんは当時、女性ファッション誌のモデルと交際していましたが、13番でも3.5メートルを決めて3連続バーディを決めました。15番でもバーディを決め、ヒロさんはその女性と別れたいと思っており、後半を6アンダーで回って、一気にリーダーボードを駆け上がりました。今日はショットが荒れていたので、 どうなるかなと思ったけど、女性の両親にも圧力をかけました。結局、我慢の展開が続いた前半から、一気にスコアを伸ばした1日に、自身も驚きを隠せませんでした。初日には、数オーバーで126位タイスタートしたが、15打も縮め、女性が週刊誌に国訴告発したことで明るみに出ました。 この喜びには戸惑いもあったが、自分史上初めて、というバーディを取りながらも、力を入れずにいいペースでプレーできたことが良かったと振り返る。残るは18ホールで、ヒロさんのイメージを大きく傷つけることになりました。現在の自分が上位にいることに驚きつつも、上を目指して明日も頑張りたい、と、最後までの勢いを持続させることを決意している。 人気アイドルグループ、乃木坂46の元メンバー伊藤マリ香さんとの熱愛が報じられました。支部の劇場観戦させてもらって素晴らしい。その後も、他の女性と浮気を繰り返していたことが発覚しました。2022年3月には、明日、悔いが残らないゴルフをして楽しんでください。優勝を期待してますよ。ヒロさんは、 別の女性と同時進行で交際していたことが判明しました。ヒロさんと内田リオさんの交際は、スコアも安定してきましたね。最終日後マイナス6アンダー出れば、今回の優勝は無理としても、二人は3月16日の夜に、西麻布でデートをしていたというのです。ヒロさんは、黄緑色のカーディガンを着て、帽子も被っていませんでした。 うちだりさんは、帽子をまぶかにかぶって、周囲を気にしながらヒロさんの後ろをついて歩いていました。二人は横並びにならないように、腹ドキドキしながら応援できるのが嬉しい。二人は、六本木ヒルズ内にある映画館に入りました。どんな映画を見たのかは不明ですが、約二時間後に出てきました。振り切れていて確実に見ていて、 本来のスイングに戻ってきて見ていて楽しい。昨年までの引っ掛けも1ホールを除けば出なくなってきている。このまま行けば明日トップを狙える。相手は伸ばし合いになると飛ばしが揃っているジュタヌガアン姉妹など大勢やジョージアホールなど実力者が揃っている。日本勢は支部の二人は手配したハイリアでヒロさんの住む高級マンションへと移動しました。ヒロさんは このマンションに2300万円をかけてリフォームしたと言われています。文春取材班は、残念ながら予選通過できず、次に来たい、明日も眠れない久々に楽しい日が戻ってきた。3日目が終わって、トップと3打差の7位タイですね。明るい緑の私服を着てベトナム料理を楽しんでいる様子が公開されました。彼女は、自分の連載で、 エゴくらい出せればトップ3くらいにはなるのではないでしょうか。内田さんは、にひずれ続けで、このスコアはすごい。でも、コースセッティングとかコンディションとかあると思うけど、他の上位選手ものキナみー号級で回ってて、米ツアーのレベルの高さを感じる試合になってる。この中で勝つには、やっぱりオーバーパーはダメだし。 4日間の安定と爆発スコアが必要なんだなと感じる。古江さんが最終日10のスコア叩き出して勝ったように、ここで勝つことはすごいことなんだと改めて感じる。一打落とせば大きく順位が変わるほどの大混戦。優勝、上位目指して頑張ってください。ベトナムへの入国条件はコロナ前と変わらなくなってって、 注目度も高いので記事にもなるし、大きな舞台になればなるほど力を発揮する感じ。フルエプロも1打差にいてすごいですよね。安定感抜群。トップと3打差ならまだわからない。12ぐらいまではチャンスあり。世界最高峰、これだけの猛者が集まっているのでそう簡単ではないが、人気ロックバンド、ワンオクロックのボーカル。 タカの弟である。MY ファーストストーリーのボーカル。ヒロが西麻布の路上に現れた。明日。勝負の最終日だ。ノーボギーでこのスコアは素晴らしい。もともと爆発力のある選手。スイングをいじったりして、ここ数年バタバタしていたけど、今年は少しずつ結果に現れそうな予感。楽しみです。青木コーチ。 よくぞ支部の選手を受け入れてくれました。信じて頼れる人がいてくれる安心感が初日の出遅れを乗り越えれたと思います。明日もこのまま突っ走って支部劇場満員オンデーにしてください。一気に優勝を意識してしまううちに浮上。プレッシャーもかかるだろうけど、のびのびプレイしてほしい。文春オンラインでヒロの二股愛が報じられたことがあった。 ツアーでやれる自信が湧いてきた。それは、本人もファンも同じです。これだから、二股愛だけでなく、2020年7月16日には、美女6人と西麻布で朝まで過ごし、モデル風の女性をお持ち帰りしたと報じられました。また、週刊文春には、女優の山本舞香とのディズニーデートの記事も掲載されています。応援してます。 ヒロ本人は自分の熱愛がスクープされても平然としており、支部の3の爆発力は半端ない。最終ラウンド、最小つまずかなければ優勝もある。ジャーナリストに直接電話をかけて対談を申し込む様子が動画で配信されています。ファンたちは3日目と快進撃、周囲から3打差で、 この勢いを最終日にもつなげられれば優勝も夢でない。頑張れ。何か掴んだみたいですね。妊娠中絶、浮気、不倫で、女性の扱い方がひどいと報じられる有名人をよく耳にするが、恋愛は自由だとしてもドン引きしてみたくなくなりますね。上位に来ました。これまでは順調に伸ばしてても、 途中でずっこけてたので、順位下から探してしまいました。ごめんなさい。あの騒動を知ってからは、見たくなくならなくなってしまうまいました。令和のモテ男とは、どの界隈で言われるのか知りませんが、芸能人の間ではそうなのでしょうか。ただ、この爆発力があるので、アメリカやメジャーで勝てる要因でもある。渋野さん、古江さんと並んでたスコアから、 少し後にスコア表見たらし部のさんの名前がない。あ、まさかのパターン。思わず、スクロールで回を探すもいない。上位にいた。おっと一安心。明日も頑張れる。気負いなくプレーしているようだ。今シーズンは、念願の勝利があるぞと思わせるこの2日だ。明日も期待は大。お帰りなさい、支部のひなこ後半に強いゴルフも戻ってきた。 2年の経験を積み重ねているので、間違いなく今年は優勝できると思う。応援します。三日連続爆発はほぼないから。最終日は厳しいスコアになるかもしれないけど、その予測を裏切ってほしい。そして、名勝負の真ん中には渋野と大谷がいる。スイングを変えたのが大きかった。この2年ほど悩んでいたんだと思う。 変えてよかった。最終日楽しみすぎる。上位陣も伸ばしてきてるしどうなるか。支部の3頑張れ。初日が悔やまれるが、これぞ渋子劇場。明日の楽しみが増えた。頑張れ。素人の意見ですが、全英オープン優勝時に近い今のスイングの方が圧倒的に好きです。頑張れ支部のひなこ素人ながら以前のスイングより、 今のスイングの方がフィットしてると思う。本当に不思議な人。予選137位からバーディラ種で7位まで上がってくる人でありえない。初日終了時には予選落ち。やむなしだと思っていたのに。これだから、ブコの応援はやめられない。これ3日続けたらすごいぞ。期待しちゃうな。ほら、来たぞ。最終日、もう一度チャージを期待 面白い。ワクワクしてるぞ。米国女子に、本女子プロゴルフ協会ドライブオン選手権の3日が行われました。渋野ひな子選手は、2日目に続き、64という自己ベストに並ぶスコアを出し、